東伊豆町長選で無投票で初当選した岩井茂樹町長が今日初登庁しました。今日午前8時半東伊豆町の岩井茂樹新町長が初登庁すると職員から拍手で迎えられました。庁舎内を一回りした後町長室に入り早速座り心地を確認しました。まだこう座ったばっかりなので分かんないですけど、まあ、ちょっと緊張しますね。町長となると、一国一城の主というふうによく言われますけれども、それだけ何ていうんですかね、能力が問われると思いますし責任も問われるという大変重要な立場だなというのを改めて思っています。引き続き幹部職員を前に初めての訓示をしました。皆さんにお願いがあるんです。ぜひこの東伊豆町の良さ、魅力、そして課題、ぜひ教えていただきたいと思います。参議院議員時代には国土交通副大臣の経験もある岩井町長、人口1万人余りの町をどう舵取りしていくのか注目されます。